さんこんにちは。人手不足をレスキューする七鳥肉政府のユニセルロジです。ユニセルロジがなんか急に気合い入れて、ユニセルロジではね、建設業の許可も運送業の許可もありますので、現場のね、人手不足をね、レスキューしたいです。声がかかれば、はい、優秀な運転手をね、現場の方にね、向かわせますので、はい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 、ぜひよろしくお願いいたします。暑いですね先輩。暑いんです。今回はですね、ウインチ、そのウインチのメンテナンス方法、一番使うね、このクレーンですね、はい、ドラムの巻き直し両方ねちょっとやっていこうと思うんです。このメンテナンスですけど、はい、1時間ぐらいかかるかなと思います。はい、もちろんドライバーのメンテナンスもやっていくようにしますので、絶対見るようにしてくださいね。はい、ではね、はい、今日はねウインチと、はい、クレーンのね巻き直しメンテナンス決定版やっていきたいと思います。はい、ではねこちらのウインチを使ってねちょっとメンテナンスのね方法をやっていこうと思います。汚くはないんですね。あ、汚くないというかね、別に正常な状態を保ってるんですけれども、メンテナンス前の状態をスマホでね撮っていきます。はい、ウインチのねワイヤーをね全部出していきます。ラジコンで巻き下げして、ね、出してもいいんですけど、このクラッチをフリーにして引っ張ってね出していこうと思います。もう油刺さないわよな、これ。用意するものはこちら、ワイヤーを巻きするときにね使います。こちらねラジコンですね。オイルスプレー、タッチをフリーにしたりするときに、どうしても硬いときはこちら先に振ってからねフリーにしていきます。潤滑と防錆のね役目を果たします。このペンキです。これはですね、それであればねちょっと塗っていこうかなと思います。でそのペンキを塗るハケですね、錆を落とすねワイヤーブラシですね。はい、ではねこちら使ってやっていきます。硬い場合はこのオイルスプレーを瞬間的に浸透していくんで、はい、振っていけばすごくやりやすくなると思います。はい、回したので、はい、ここのね噛み合ってるところがぐっと外れましたので、 B になったんで、これでねどんどん引っ張っていきます。やっぱりねぐるっとねワイヤーどんどんね大きく巻いていけばいいと思います。もうワイヤーは基本もう全て出します。どうしてもこうやって、ね、出していくと奥の方がね緩んできたりして、そこに負荷がかかってワイヤー自体がね変形することがありますので、ね、全て出し切れました。このレバーについたサビなんかはねちょっと落としてからね巻き直ししていこうと思います。このワイヤーブラシでですね、こすっていきますね。はい、この煙になってるのが見えますか、サビが。やりながら、せっかくね、こういう状態にするんですから、まあ、綺麗な状態にして巻き直ししたいですよね。そう、カビが広がっていくんでね。錆びてるところをちょっとこすって錆を飛ばしました。結構ねツルツルな状態、まあ、色はね変わってますけどツルツルな状態になりました。とかですね、ホコリが出てますので水洗いしようと思います。オイルを含んだのでちょっと水弾いとるんで、それもね、まあ、なるべく水分をね取っていきたいと思います。ではね、100均で買ったハケとホームセンターで買ったペンキですね、黒ですね。では塗っていきます。黒といっても3センチのハケですね。綺麗に錆を落としてペンキ塗りましたので、ペンキが乾くまでの時間を利用しまして、クレーンの方のね流れてるワイヤーのね巻き直しをしていきたいと思います。でこれ結構起こしとかないとワイヤーができらないので、ちょっと立てる気味にね、起こしておいてください。今ですね4段フルブームにして目いっぱいもう地面につくぐらいまでフックを下ろしました。もうこれ以上はですね、もう地面についてしまいますので、これ捨て巻きといって、まあ、これだけ残るようになってます。2、3巻き以上はね残るようになってますので、ここからね巻き直ししていきたいと思います。ここからはですね、荷台のねドラムを見ながらですね、きれいに巻かれているかどうか確認しながら巻いていきます。
ではね、高くなったら縮めながらね、伏せながら巻き上げていきます。ウインチの、ね、巻き直しになるんで、こっちをしっかり見るんですけども、今荷物がどの位置にあるか、フックがどの位置にあるか、しっかり確認しながらこの、ね、巻き直しね、作業してください。今ね、巻き直しもうほぼほぼ終わりました。重要なお知らせです。なんとついにその時が来ました。岡山労働局より許認可がおりましたので、ユニセルロジ運営の岡山トレーニングセンターにて小型移動式クレーン運転技能講習の国家資格の取得が可能になりました。毎月開催いたしますが、これから小型移動式クレーンの仕事に就きたいという方はぜひ弊社でご受講いただければと思います。岡山市南区浦安にて小型移動式クレーンの運転技能講習を行います。近県で小型移動式クレーンを取得したいという方はぜひこの機会にご受講ください。小型移動式クレーンに関しては本業で毎日触っているドライバーが講習いたしますので、より現場に即した注意点もお話しできます。ぜひ弊社でご受講いただければと思います。小型移動式クレーンは岡山トレーニングセンター。今の状態で巻き直しがしっかりできているかどうかをね、再度確認していただいて、ワイヤーの間が空いてたりとか、はいはい、ワイヤーがねちょっと重なってたりとかすると、はいはい、乱巻きでね、ワイヤーが傷つく恐れがありますので、必ず綺麗にね順番に並んでるかどうか、隙間なく並んでるかどうかっていうのをね確認してください。ことを確認できたらですね、写真を撮ってください。ここで写真を撮ってですね、報告用にね写真撮りたいと思います。はい、でねクレーンのねワイヤー巻き直してる間にね、これウインチの方すっかり乾きましたね。さらにねメンテナンスということなので、火が来ないようにですね、錆止めの意味も含めてグリスをねちょっと吹きかけていきます。はい、でグリスを吹きながら巻き上げね、巻き込んでいきたいと思います。551はねこっちのオイルスプレーの方ですね。こっちが、ね、サラサラしたオイル、速乾性はあるんですけれども、こっちはね、しっかりこうとどまるような感じですね。はい、どのメーカーのでもいいんですけどもね、はい、グリススプレーをさしていきます。引っ掛けていきたいと思います。はい、左のね可動部分みたいなところもね引っ掛けていきます。でこれね、サビをね防止する役目もありますので、ただねあんまり吹きかけすぎるとですね、そこにホコリが溜まって、吸着して逆に動くのに支障になったりするので、あまり吹きかけにはちょっと注意してください。今度はちょっとこのドラムですね、この部分をねちょっとね、ワイヤーを巻く前にですね、ちょっとパーッと吹いて、そしてちょっとね塗り込むような感じで、ちょっとねパーッと塗り込むような感じでこう拭いてあげてください。まあ錆止めの効果もあるんで、この横なんかもねこうちょっと拭いてあげたら、塗り込んであげたらね、ここまで準備ができましたらね巻いていきたいと思います。手で持っていくんで結構手がしんどくなるんで、袋をこうして穴が開いたりするので、できればねこう布を持ってですねやっていきたいと思います。あんまりね根元までやっちゃうとここにね挟まってしまいますので、必ず手はね奥までいかない、手前、50センチぐらいのところ、40センチから50センチのところでね動かさないようにしてください。出てるんでこの辺りちょっと軽くね振ってあげてください。はい、はい、こう沿わせる感じで巻いていきます。で途中ね緩んできたらまたねちょっと出してあげて、締めた状態で巻き直すようにしてください。できましたね。軽くこうスーッとねグリススプレーを吹きかけてください。いきます。で反対側回ったらまたちょっと軽くね吹きたいと思います。いいですね。ある程度ワイヤーの状態もね確認できると思います。金庫とかですね、祖先切れとかですねありましたらですね、ちょっとねそこもね報告してもらえたらいいと思います。やっぱ通常ウインチは使う可動域とかね使用域っていうのが決まってるんで、なかなか奥まで見ることないんで、こういった時しかね確認することないと思いますので、はい、そういう意味もね含めて全部出すということをね、徹底してください。ウインチはもう
自分の手でガイドしていかないといけないので、変な風にね重なったりしたらね、また巻き戻して再度ねやるようにしてください。はい、間を埋めて、で綺麗にね巻き直しできましたというね、まあ証拠ということで写真をね撮っていきます。はい、どうですか、最初ねサビサビだったのがサビを落としてペイントして、で巻き直してグリス塗ってっていう感じでやったんですけども、先輩むちゃくちゃ綺麗になりましたね。なりましたね。でこれ、うん、先輩これ何も販売者でもやらなくても見違えるように黒々とね、生き生きとなりましたね。はい、でこのねやっぱ塗装まではですね毎回しなくてもいいとは思います。はい、で、まあ、半年に1回とかですね、まあ、サビが目立ってきたら、まあ、塗装するみたいな感じでいいと思います。ワイヤーを巻く時もそうなんですけども、グリスをしっかりね刺しましたので、そのグリスが、ね、サビの、ね、予防にもなりますので、かけすぎはダメなんですけれども、適度にね振りかけて、まあ、擦り込むような感じで使っていただけたら、結構この辺りもサビが出てこない、くなるんじゃないかと思います。いや、はい、すごくねやりやすくなりました。はい、うん、全然動かなかったのがもうそこそこですね。はい、グリスニップルで、ね、中の方にねグリス刺したりすることもできますので、そのあたりもね定期的にね入れてもらえたらいいと思います。はい、ということで今回は荷台にあるウインチとクレーンのねホイストウインチのね巻き直しメンテナンスをねやってまいりました。このやり方をね習得してやるようにしてください。この動画ね良かったと思いましたらね、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。TikTok、X、Instagram 方もやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。はい、あとね現場の方で人手不足がございましたら、ぜひねユニセル路地の方までご連絡ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さよなら。本日もご視聴ありがとうございました。ユニセル路地では今後も新人ドライバーの研修動画を更新していきます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。